どうも菊之進です。もしもしという言葉をビジネス電話で使うことに対して失礼だとかマナー違反だと考える会社も少なからず存在しています。そこで今回は電話先の相手に失礼な印象を与えないためにももしもしに代わる品のある言葉遣いをご紹介します。動画の後半からはもしもしの他にもやってしまいがちな電話対応間違い例を取り上げました。知らないと恥ずかしいポイントを簡潔にまとめましたのでぜひご覧くださいね。それではどうぞ。1番目です。もしもしが失礼にあたる理由。ビジネス電話でもしもしはどうして失礼にあたるのでしょうか。結論から言うと、もしもしは略語にあたり、聞く人によっては不快に感じるからです。とは言ったものの、いまいちピンとこないですよね。例えば仕事の電話で取引先の担当者が次のような略語を使っていたら、あなたはどう思いますか。オツです、アザス、トリマ、次行きましょう、などなど、ちょっと不信感を抱きますよね。ビジネスシーンで使われるもしもしもこれに近いものがあります。もしもしは申します、申しますの略語です。日本で電話機が普及し始めた頃に電話交換手が申します、申しますと呼びかけたのが始まりとされています。その後広く世間一般に浸透し、老若男女問わずみんなが使う言葉になったんです。カジュアルな言葉として広まると、今度は逆にビジネスなどの改まった場面では使わないのがマナーとなりました。もしもしと呼びかけると相手に馴れ馴れしく聞こえてしまうからです。軽薄で礼儀知らずだと感じる人も出てきます。ビジネスでは信用が命です。第一印象で相手に不信感を抱かせてしまったらうまくいきません。それゆえにもしもしではなく適切な声かけを押さえておくことが大切です。2番目です。もしもしの代わりに使える言葉、シチュエーション別に紹介します。一つ目です。かかってきた電話に出る時を想定します。もしもしの代わりにはいが使えます。はい、〇〇会社の〇〇ですと名乗ります。いつもお世話になっております、お電話ありがとうございます、おはようございますといった挨拶も一緒に添えるといいですね。二つ目です。こちらから電話をかける時、もしもしではなく私〇〇会社の〇〇と申しますと伝えましょう。相手が上司ならお疲れ様です〇〇ですとなります。3つ目です。電話を取り継いでもらったとき、はい、もしもしではなく、はい、お電話変わりました〇〇です、や大変お待たせいたしました〇〇ですと応答しましょう。4つ目です。相手の声が聞き取りにくいとき、もしもしの代わりに〇〇様や〇〇さんと相手の名前を呼ぶ方がいいです。その上で、申し訳ございません、お電話が遠いようで恐れ入りますが、もう一度お願いできますかと伝えます。以上4ケース、もしもしの代わりに使える言葉でした。次のコーナーでは、その他にもよくある電話対応 NG マナーをお届けします。よければぜひ見ていってくださいね。3番目です。よくある電話対応 NG 集5選。1つ目です。少々お待ちください。少々お待ちくださいは10秒なのか1分なのか、待たされる側はある程度の時間がわからないとストレスがたまるものです。しばらくお待ちください、折り返します、後ほどおかけ直しします、後日改めてご連絡いたします、も同様です。待たされている間、心のどこかで相手はずっと緊張し続けなければならず、それがストレスになります。待たされる側は待たせる側に比べておよそ6倍も長い時間間隔を感じているとも言われています。そんなわけで具体的に時間の目安を伝えてあげるのがいいでしょう。30秒ほどお待ちください、5分後に折り返します、明日14時にご連絡いたします、といった感じです。これだけで安心します。待たせる理由も伝えてあげるとなおいいですね。2つ目です。とんでもございません、とんでもありませんや、とんでもございませんは誤った日本語です。とんでもないで一つの形容詞なので、ないの部分だけを切り離してありません、ございませんに入れ替えることはできないんです。謙遜するときは恐れ入りますやお気遣いいただきありがとうございますを使いましょう。3つ目です。〇〇様でございますね、ございますはありますの丁寧語で、ご質問はございますかや書類はございますかといった感じに物に対して使えます。対象が人の場合はいるの尊敬語であるいらっしゃいますが使えます。なのでこの場合は〇〇様でいらっしゃいますねとなるんです。4つ目です。お名前を頂戴できますか。一見すると問題ないように聞こえますが、お名前を頂戴するというとあなたの名前をもらうという意味になってしまうので NG です。聞くの謙譲語である伺うを使って、お名前を伺ってもよろしいですかとしましょう。5つ目です。〇〇課長はお休みをいただいております。
社外の人と電話する際、自社を持ち上げた表現を使うと不自然になります。正しくは〇〇は休んでおりますとなります。〇〇は終日不在にしておりますでも構いません。対象人物が自分の上司であったとしても敬称や役職などをつけないようにしましょう。4番目です。電話対応の基本ルール2選。1つ目です。コール音が3回鳴るまでに出る。電話の基本マナーは相手に待たせないことです。会社で電話が鳴ったら3コール以内に出るように心がけましょう。3コール以上待たせてしまった場合は、大変お待たせして申し訳ございませんとお詫びの言葉を添えるようにします。なぜ3コール以内に電話を取らなければならないのでしょうか。コール音は1回約3秒なので、4コール以上鳴ってしまうと10秒以上待たせてしまうことになるからです。5コール以上待たせると相手は苛立ち始め、中には電話を切ってしまう人も少なくありません。お客さんへの印象を良くするために、ひいてはビジネスチャンスを逃さないためにも3コール以内に電話に出ることが大切だと言われています。2つ目です。電話の切り際にも名前を名乗る。例えば担当者不在でその人の代わりに要件を聞いた場合、最後に改めて私〇〇が受けたまりました、失礼いたしますと名乗っておくと親切です。相手からの印象が良くなると同時に、再度同じ件でやり取りが生じた際に話がスムーズになります。以上になります。最後まとめです。ビジネス電話でもしもしはどうして失礼に当たるのでしょうか。結論から言うと、もしもしは略語に当たり、聞く人によっては不快に感じるからです。日常的に使われる砕けた言葉なので、ビジネスなどの改まった場では使わないのがマナーとなりました。続いて、もしもしの代わりに使える言葉をシチュエーション別に紹介しました。1つ目、かかってきた電話に出るとき、もしもしの代わりにはいが使えます。はい、〇〇会社の〇〇ですと名乗ります。2つ目です。こちらから電話をかけるとき、もしもしではなく、いつもお世話になっております、私〇〇会社の〇〇と申しますと名乗りましょう。3つ目です。電話を取り継いでもらったとき、はい、お電話変わりました〇〇です、や大変お待たせいたしました〇〇ですが使えます。4つ目です。相手の声が聞き取りにくいとき、もしもしの代わりに〇〇様や〇〇さんと相手の名前を呼びましょう。その上で、申し訳ございません、お電話が遠いようで恐れ入りますが、もう一度お願いできますかと伝えられれば問題ありません。最後に、よくある電話対応の NG を5つご紹介しました。1つ目、少々お待ちください。待たされる側のストレスを減らすために具体的な時間の目安を伝えてあげるのがいいでしょう。2つ目、とんでもございません。とんでもありませんやとんでもございませんは誤った日本語です。代わりに、恐れ入りますやお気遣いいただきありがとうございますを使いましょう。3つ目です。〇〇様でございますね。ございますは対象が物の場合に使えます。人の場合はいるの尊敬語であるいらっしゃいますが使えます。4つ目です。お名前を頂戴できますか。聞くの謙譲語である伺うを使って、お名前を伺ってもよろしいでしょうかとした方が適切です。5つ目です。〇〇課長はお休みをいただいております。社外の人と電話する際、自社を持ち上げた表現を使うと不自然になります。正しくは〇〇は休んでおりますとなります。以上です。品格を感じさせる電話対応ができるとかっこいいですよね。応援しています。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さようなら。